Return to Forever は、1970年代に、活躍したアメリカ合衆国のフュージョンバンド、チックコリアとスタンリー・クラークを中心に結成された。音楽的には、ラテン音楽から影響を受けた第一期、ギタリストを入れて、ロック色を強めた第二期、大編成の邦音セクションを加えた第三期に、大別できる。マイルス・デイビスの、イン・ア・サイレントェ A。 ビッチェズブリューといった作品でキーボードを弾き、エレクトリックジャズの黎明期を担った、チックコリアは、スタンゲッツのバンドなどで活動していたベーシスト、スタンリー・クラークを誘う。その他、ジョー・ファレル、ブラジル出身のアイアート・モレーラとフローラ・プリムを加え、リターントゥ・フォーエバーは誕生した。なお、アイアートは、マイルスのビッチェズ・ブリューで、チックと共演した経験がある。また、 チックの友人であり、サイエントロジーに傾倒している詩人ネ・ウィル・ポッターも、バンドに深く関わる。1972年、リターン・トゥ・フォーエバーを発表。チック・コリアのソロ名義だが、実質的には、バンドとしてのデビュー作である。その後、チックとスタンリーとアイアートの3人は、スタンウェッツのアルバム、キャプテン・マーベルに参加。また、アイアートのソロアルバム、フリーに、チックと、 スタンリーも参加する。そして、セカンドアルバム、ライトアズ・アフェザー発表。イントロに、ホワキンド・ドドリーゴのアラン・フェス競争曲のメロディを挿入した。スペインは、多くのアーティストにカバーされる、スタンダードナンバーとなった。ジョー、アイアートフローラの3人が脱退し、バンドは、ビル・コナーズ、スティーブ・ガッド、ミンゴ・ルイースを迎える。しかし、 スティーブとミンゴは短期間で脱退し、公認として、チックやスタンリーとは、旧知のドラマー、レニー・ホワイトが加入。バンドは4人編成となる。サードアルバム、第7銀河の参加は、ブラジル出身のメンバーの脱退と、ビルやレニーの加入で、ロック色が強まった。そして、ビルに代わって、アール・クルーが一時的に参加するが、ほどなく、アールに代わって、アルディメオラが加入し、 銀河の輝きへに発表。黄金期と呼ばれることになるラインナップが揃った。5作目、ノーミステリーはグラミー賞のベストジャズインストゥルメンタルパフォーマンス部門を受賞。その後、各メンバーはソロ活動を行う。あるは初のリーダー作、ビアクヤの大地を発表。チックは妖精、スタンリーは慈愛への旅路、レニーはエロスの優勢をそれぞれ発表。 そして、バンドは、コロンビアレコードに移籍し、ロマンの騎士を大ヒットさせた。しかし、これを最後に、アルト・レニーはバンドを離れる。1973年1974年と2年連続で、来日公演を行っている。チックとスタンリーは、ジェリー・ブラウン、チックの妻のゲール・モラン、初期のメンバーだったジョー・ファレルを迎え、さらにホーンセクションを加えた編成で、 ミュージックマジック発表。よりファンキーな路線に移行した。しかし、第3期のバンドのステージを収録した、ザ・コンプリート・コンサートを最後に解散。1982年、アルディメオラ在籍時のラインナップで、期間限定の再結成が行われた。チックのアルバム、タッチストーン収録曲、コンバトレスで4人が共演し、また、 1983年4月には来日公演も、行う。その後チックは自身のエレクトリックバンドで第2期リターントゥフォーエバーの音楽性を継承した。前回の再結成から二十数年を経た2007年12月には2008年の再々結成が正式にアナウンスされた。公式サイトも開設され、また YouTube にはリハーサル風景やインタビューなどを収めた。 公式の映像が投稿されている。2008年5月より全米及び欧州でのツアーが行われ、このライブの模様が2枚組アルバム、リターンズ・リユニオンライブとして発表された。ライブ映像の DVD も発売されている。2011年、アルディメオラに代わって、ギタリストにフランク・ギャンバレが加入し、さらにバイオリニストのジャンディック・ポンキィが加入した編成で、公演を開始した。 28年ぶりの日本公演が行われた。ありがとうございます。